こちらが4番の江村優和です。このシュートが、はい、入りましたね。で両チームともに、ね、落ち着いてプレーしているっていうのが印象的ですね、はい、本当江村選手もしっかり自分の得点も各クォーターは10分です。おお、この位置から決めてきました、はい、井上光。預けていきます。もう一度フリーで江村決めてきた。いや今こうしてフリーになるとやはり確実に決めてくるというその技術の高さですね、はい、素晴らしい。19対14点差が5点に縮まった。その中で江村のパスゴールした。確実に決めてくる。これもいいパスでしたね。そうでしたね、はい、パスもいいですしシュートもありますし、はい、すごく視野も、ね、広いんですよね、はい、いろんなところを見える。唯一の2年生ということになります。あとの4人は3年生。井上のシュート、おー、決めてきた。徐々にエンジンがかかってきた印象ですね。やはりポイントに挙げた江村と井上、その2人が輝く試合になっています。江村、江村シュートだ、決めてくる。この精度の高さ、江村優和です。もう一度江村、激しく行くのは井上、タイミングを外して打ってきました。いや今のはちょっとやっぱりゾーンで来ている高知中央に対してしっかりと対策を練ってきているのが本当によくわかる大川学園です。ここは阿田久美塚にボールが通る、決めてきました。そしてフリースロー1本です。決めれば3点プレー。よく見てましたね、はい、選手が。もう一度井上、ちょっとパスが浮きました。井上、自ら行く、このパス、通った、通った、ウチェンが決められませんでした。ただ、うまくパスを配ってくる大川学園、江村、どうするか、自ら行った、このパス、通った、朝比奈、シュートを決めてきた。はい、井上か池口かというところですが、井上が行きました。今度は大川、江村。いやーうまい。完璧ですね。ディフェンスをしっかり見ていきました。こちらも決めてきた。スリーポイント。やられたらやり返すっていう面白みがありますね。はい、終始落ち着いて、江村選手をね起点にですね、はい、しっかりと得点を伸ばしてますよね。ただ高知中央の方のちょっとオフェンスがやはりこううまくいってない。っていうのが気になって得点差につながってんのかなという、はい、ただそういった意味でもね、大川のディフェンスがしっかり機能してるっていう部分はあるかもしれないですね、はい、このパスが狙ってますね。狙ってました、はい、狙っていた江村、そして決めてくる。今もそのままスコースでいったら、はい、シュートに行った、入りました。井上光のシュートです。井上、井上決めた。井上のシュートが入り始めました。徐々にエンジンがかかってきます。あ、入れてきます。入れてくる江村、31得点。井上、井上シュート決めた。ターンして井上につないで、井上が仕掛けて、そしてウチェンナ決めました。はい、